どうも、セイラです。いつもコメントやグッドボタンありがとうございます。今回の動画では自分も周りの人も幸せにしていく人の特徴というテーマで解説していこうと思います。僕が結構好きな人の特徴として一緒にいるだけで幸せな人が挙げられるんですけど、ああいうふうにただただそばにいるだけで相手のことを幸せにしてしまえる人って最強だよなっていうふうに思うんですよね。だって、 別に何もしなくても目の前の人に価値を届けて幸せな気持ちにさせられて一緒にいたいっていうふうに思われるわけですからねそんな状態になっていればどんどん信頼度は高まっていくし自分も生活がしやすくなっていくし自然と本当の人間関係を築いていけるようになってきます一緒にいるだけで周りのことを幸せな気持ちにしてしまえる人って しっかりと共通点があってですねそのポイントをしっかりと押さえておけばいつの間にか自分が発するオーラって変化していくものなんですよねでも多くの人はこのポイントと逆のことをしてしまうことが多いんですよなので今回の動画では一緒にいるだけで周りの人を幸せにしてしまえるような人が普段から何をやっているのかっていうことを解説していこうかなと思います 人間関係に関わらず生き方として非常に大事な本質的な話をしていきますのでぜひ最後まで聞いて日頃の生き方そのものに生かしていってもらえたらなと思いますまず人がどんな時に幸せな気持ちになっていくのかっていうことから考えていきましょうあなたは普段どんな時に幸せを感じられますか愛する人と一緒にいる時ですかおいしい食べ物を食べた時ですか 友達と一緒に遊んでいる時ですかまあ、人によって様々なイメージはあるかと思います僕は結構海生の自然豊かな河原で 信頼できる人と笑いながら美味しい食べ物をねバーベキューとかして食べていたりするのが結構幸せだなって心から思える瞬間だったりするんですけどまあすごい限定的ですけどね、まあ、そんな感じで自然とすごい大事好きな仲間たちがいるっていう状況が結構僕の中ではああ今幸せだなって思う瞬間だったりするんですよまあとにかく僕ね川のあの音が好きなのでまあ川があれば結構幸せにつながりやすいんですけどまあそれはいいとして人が 幸せに感じる瞬間っていうのはですね総じて不安を感じていない時っていうことなんですよね仲のいい友達といる時愛する人といる時自然豊かな場所にいる時全部共通しているのは不安がない時ですよねたとえどんなに素晴らしいもう世界でもトップレベルのめちゃくちゃ有名な遊園地に遊びに行ったとしても隣にいるのが 常にもう肩に力が入ってしまうような肩物上司だったとしたら幸せは実感できないと思います他にもどんなに美味しい三つ星レストランの豪華なディナーだったとしても大嫌いな同僚とのマンツーマンのディナーみたいな感じなのであれば美味しさって半減すると思うしその美味しさから得られる幸せも結構感じにくいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね僕たちの幸せはとにかく不安がないとか 安心しているとかそういった条件が必須になってくるんですよつまり前々からいろんな動画で話しているようにですね安心感を届けられるっていうのは人間関係を考える上で非常に大事になってくる要素だっていうことなんですよではどのようにして相手の不安を払拭していくのか自分といる時に肩の力を抜いて幸せを感じてもらいやすくしていくのかっていうことを考えていきましょう ああなたは普段不安を忘れる瞬間ってありますか多分ずっと一日中不安を抱えて生活してるなんてことはないと思うんですよねつまり僕たちは不安に意識が向かなければ不安のことを忘れているわけなんですよよく女性は出産の痛みを忘れられるからもう一度出産に立ち向かえるんだよなんてことが言われるじゃないですか まあそんな痛みを超えて僕を産んでくれたんだなっていうふうに思うともう母には感謝しかないわけですけどまあそれはいいとして僕たち人間の脳にはですね自分を守るために忘却するっていう機能が備わっているんですねまあ忘却するっていっても永遠に忘れてしまうっていうよりは思い出そうとしなければ出てこない記憶にしてしまえるっていう感じなんですよつまり不安になっている時っていうのは不安なことにアンテナを立てて不安を探しまくっているっていうことなんですよね 他のものにアンテナ向けられると、人は不安を感じずに生活できるということなんですよ。ここまで話せばなんとなく、これから僕たちが相手に対して何を意識していくべきなのかっていうのは見えてくると思うんですけど、これから僕たちが意識した方がいいことは、とにかく相手に不安以外の場所のアンテナを張らせるっていうことなんですよ。あなたはきっと何かに集中している時や、全力でみんなとスポーツを楽しんでいる時って他のことを忘れますよね。 まるで時間が存在していないかのようにどんどん時間が過ぎていって他のことなんてもう何も意識していないみたいな状態になっていくと思うんですよね。僕も最近久しぶりに将棋を知り合いと楽しんでいたんですけど将棋で相手の駒の動きを予想したりとか自分の戦略を立てて次どうやって駒を動かそうかなっていうふうに考えている時って面白いぐらい他のことを忘れてるんですよね。何も考えてないんですよ。 で、将棋が終わった後に、めちゃくちゃ仕事の連絡が来ていることに気づいたみたいなことがあったりするわけなんですよね。それぐらいね、人は他の何かに熱中したり、プラスな感情が優位になっている時って、マイナスなこととか、今考えなくていいことは忘れてしまってるんですよ。これを普段のコミュニケーションの中で相手に届けていけばいいわけですね。でも、そうは言われても、具体的に何をすればそれができるようになるのかってことは分かりにくいと思います。 実際これってなかなかそううしてててやろうって思っ思でできることではありません。狙ってやるものではなくそういう空気感を自然と届けていくことが有効なのでありだからこそ自分も一緒に幸せを実感でできるわけですよ。大事なのは自然と届けられるっていうことなわけですから必要になってくるのはこういうふうに人と接していこうっていう意識っていうよりかはどちらかというと。 こういうふうに普段から生きていこうっていう習慣の部分が大事になってくるんですね。では、その自分の生活に絶対組み込んだ方がいい習慣って何なのかっていうと、それがどんなことでも楽しもうとすることなんですね。本当僕が普段から この人といるとほんと和むなとか幸せだなって感じる人ってその人自身が幸せそうに生きてるんですよね仕事をするときももちろん遊ぶときもどんなときでもとにかく全力で楽しむってことをしてるんですよすると自然と自分も感化されてきて楽しい気分になって真剣になっていつの間にか自分の感情もプラスに変わっているんですね逆にどんなに楽しい遊びをしていても むすーっとしてて全然楽しくなさそうな人が一人いるだけで結構げんなりしたりすると思うんですよねせっかく楽しい雰囲気なのになーっていうふうに残念なることってあるじゃないですかああいう空気感を出してしまうようでやっぱり周りの気分を害してしまうんですよね周りを幸せにしていく人って本当目の前のことを今日死んんでででも後悔がないいいっていうぐらい楽しんでるんですよどんなことでも真剣に純粋に楽しむんです 僕サラリーマンの頃にとにかく仕事を楽しもうと思ってそれまでつまらないっていう風に決めつけていた仕事をゲームのようにねやったことがあるんですよ何分間でこれだけの食品パックを段ボールに詰めれるかとか機械のセッティングをタイマーで測って「よーいドン!」って言ってタイムを測って、ね、それを縮めていくとか <laughs> 面倒な仕事に対して楽しめる要素を入れていってたんですねするとその空気が周りにも伝わっていて 何人かの先輩がいやそれ俺の方が多分早いでみたいな感じで言ってですね同じように競ってくるようになったんですよでそれから少しの間いかに早く機械のセッティングをするかみたいなブームが来たりしたんですよね、まあ、これはねこの一例ですけどこんな感じで人は何か楽しそうなものには惹かれていくしそういう空気感を出している人といると楽しくて幸せな気分になっていくものなんですねだから常にまずは自分が楽しもうってことを意識してみてほしいなと思います あなたはどれだけ日常の一つのつ行動を楽しめていますか自分を振り返ってこの瞬間から自分の生き方をアップデートしてみてもらえたらなと思いますちなみにこのように人を自然と感化していつの間にか自分の味方にしてしまえる人ってちょくちょくいるわけですけど今回の話と同様やはりそういう人にはそうなるだけの理由があるんですねでもこれって本当にその方法さえ知っていれば徐々にそうなっていくっていうものであって 努力次第ででその状態って作れるわけなんですよ僕の LINE コラムではとにかく周りから応援される人とか周りから自然と愛される人になるための超大事なポイントをいくつも紹介してます非常に日々の生活に役立つ内容になっていると思いますのでぜひ覗いてみてもらえたらなと思います参加は動画説明欄から無料で行いますのでぜひ確認してみてくださいってことで今回は 自分も周りの人も幸せにしていく人の特徴というテーマで解説させていただきました人が幸せを感じる瞬間っていうのは不安を感じていない時であり不安はアンテナを向けなければ忘れるものなんだっていう内容でしたねだからそうやって相手のアンテナを不安から別のものに変えさせるってことができる人が相手を安心させていける人でありそれをするために日々自分が目の前のことを全力で楽しんでいこうということも解説させていただきました 本当、生きる上でめちゃくちゃ大事な話をしましたので、ぜひ参考にしてみてほしいなと思います。ってことで、今回の動画はこの辺で終わりにしておこうかなっていうふうに思うんですけど、一応このチャンネルでは自然体で愛されるようになっていくための知識を人の心理とかパターンを分析しながら解説しています。僕の理想は自然体で周りから愛されながらも、ただ愛されるだけではなく、自分たちが関わる人たち。 を笑顔にしたり心を軽くしてあげられたりっていう風なことができるようなテてい状態を目指しているんですね自分と自分の周りの人たちの笑顔をどんどん作っていけるそういった人たちを増やしていけるっていうことをして世の中から無駄な批判とか暴言とかそういうものに傷ついていく人を減らしていくっていうのが目標です そういうテーマを軸に僕はこれからもどんどん今回のような動画をアップしていきますので僕たちの思いに共感したよとか一緒に進みたいよっていうふうに思ってくれた方はぜひですねチャンネル登録をよろしくお願いしますではでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございましたまた明日の動画でお会いしましょうセラでしたありがとうございました